スノーマン、海外での MV 撮影日は明かすわちゃわちゃ感あふれる密着カットも、モデルプレス2024-09-09スノーマンが、21日発売の雑誌、女女、集英社、11月号の通常版ちっこい反表紙に登場。スペイン・バルセロナでの MV 撮影について語る。4枚目のフルアルバム、レイズを10月30日にリリースし、11月には、同アルバムを引っさげた5大ドームツアーがスタートするスノーマンが、 本誌の表紙に登場。通常版は、青、赤、白、トリコロールを使ったカジュアルなスタイリングを披露した。この撮影時、スタッフの絵コンテに目を留めた岩本光が、ラウール真ん中、タチさん後ろ、など、メンバー全員を交通整理。そのおかげで、ものの数秒のうちに完璧な配置が決定した。裏表紙では、プリントシールをイメージした撮影を展開し、わちゃわちゃ感あふれるカットに仕上がっている。一方、 チッコ違反の表紙と裏表紙は、モノトーンを基調とした秋らしいシックな装いの9人が登場。撮影日が猛暑日だったことなど、未人も感じさせず、クールな表情を披露した。中面の特集では、2から3人の仲良しグループトークのほか、女,女では久々となる9人全員参加のクロストークも掲載。新曲の MV を撮影したスペインバルセロナでの出来事について語る。何は男子写真館7カラードホリデーズ。 未公開ショット公開。10月号まで7号連続で掲載し、好評を博した7カラードホリデーズ、何は男子写真館。これまで7人7用の休日を表現してきたが、ページ数の関係で惜しくもお蔵入りとなった多数の未公開ショットを、今号では厚紙カードとして一挙蔵出し、推しメンバーの麗しいビジュアルを存分に楽しめる仕上がりになっている。えいえ。グループ佐野正や、 アイドルとしての人生を決定づけた存在とは。公表企画、一万字ロングインタビューでは、えええ。グループ編第3回として、佐野雅也が登場。音楽の才能豊かに育った彼の人知れない苦悩の日々。一度は諦めかけたアイドルとしての人生を決定づけたのは、誰だったのか。このインタビュー内で明かしている。また、夏のライブ時期に合わせて、ウエストのドームコンサート、何は男子やえええ。 グループのアリーナコンサート、ジュニアのコンサートを特集。さらに、七面侍の主演舞台、マサラもリポート。暑い夏を一気に振り返る。モデルプレス編集部。